杉原杏里は日本のタレント、元グラビアアイドル。広島県福山市出身。スターダストプロモーション、アリマックスを経て、現在はフィット所属。広島県立福山足備高等学校卒業。高校卒業後、上京。背が低くて、声が高いところを生かしたいと思い、グラビアでやっていこうと決めた。タイが好きで、特技はカポエラ。左利き。 イカ水で食べても太れないと話している。株式投資で何度か成功を収めており、2015年には在宅タレント及び株ドルと呼ばれる。2012年、広島県観光秘書に就任する。2015年に発表した自伝的小説アンドラブが2017年に自らの主演で映画化される。2017年1月20日発売の DVD ラストキス。 杉原ン里ファイナルイメージでイメージ DVD の仕事に終止符を打ったことでグラビア活動からは卒業かと思われた。この時はまだまだやるつもりです。と完全否定していたが、後日の結婚に伴い完全に卒業。2018年10月26日、音楽出版会社の代表取締役の男性と結婚したことをブログで公表した。 37歳の誕生日にあたる2019年6月12日に神田明神で挙式。2019年6月1日、以前より続けてきた株式投資経験やノウハウを綴った単行本、株は夢を叶える道具女子のための株式投資入門を発売。翌2020年には不動産投資に関する単行本、不動産投資は自分らしく生きる道具を発売した。 2021年4月3日、離婚報道を受け自身のブログで1年前に離婚していたことを明かした。在宅にたけていることから、在宅アイドルとも呼ばれている。ありがとうございます。